はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回のテーマはこちらです。てけてーん。はい、リモコンの劣化でボタンを思い切り強く押さないと反応しない場合、簡単に修理できる方法があります。しかも108円で復活するよというね、情報になります。おじいの場合は東芝のリモコンとかね、この日立のリモコンとか、まあ他にメディア浄化のリモコンとかね、まあいろんなリモコンのメンテナンスの動画を作りました、ね、何本か作りました。でやっぱね、最初のうちはこれ分解して基板をクリーニングするだけ、要はまあ劣化によって基板がこうベタベタ汚れがついてるんだね、それをクリーニングして戻すだけでまた新品同様に復活することができました。最初のうちはそれで良かった。でしばらく使ってると今度はリモコンがね、電池は変えたばっかなのになんでかこう反応がしないボタンがたくさん出てくる、ね、あれ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 って感じ でとにかく電源ボタンだけは本当困っちゃうんだよね、これはね。で電源ボタンは前回の動画でこれね一回修理しました、ね、でその後に今度はこの特定のね、これおじいの場合1番が、TBS、 2番が日テレ、3番が、朝日で、4番が富士とね、この4個だけチャンネル割り当ててます。であと使うボタンって言ったらね、この音量ボタンとね、まあ、チャンネル変更ボタンぐらい、あとのその他のボタンはあまり使わないです。あまり使わないボタンはこのゴムの劣化がねペコペコペコってこう少ないので、まあ、そんなにゴムが薄くなったりとかねすることがあまりないんだよね。いつも押してるやつって、まあ、ゴムが結局こういう形になってペコ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 押すから、ここがもう弱くなってるとかへたってくるんだね、結局ね。いやこれはねちょっとね困ったなっていうことで、これをね空割りしました。まあ、簡単に説明します、ね、もうすぐに瞬時にね理解していただけると思います、ね、はい。この先ね、基板クリーニング済み、ね、ボタンもクリーニング済みのこのリモコン、ね、一時は復活したんだけど、しばらくしたら反応が悪くなりました、ね、思いっきりボタンまで奥までボタンを押さないと反応しなくなりました、ね、でまずは空割り、ね、で基板はピカピカ、ね、前回クリーニングしたので全く汚れてません、ね、で今回怪しいのはゴムの劣化になります、はい、で電源ボタンの反応だけは絶好調です、ね、これが何でかな、ね、はい、裏側見ると前回の修理でアルミシールを、ね、貼りました。これのおかげで本当に、ね、反応が良くなりました。ということで今回は、追加で、ね、今言ったこの4つのチャンネルの部分と、あと選曲の部分と音量の部分もこのアルミシールを貼ることにしました。まあ、全てのところに貼るのもいいと思うんだけど、まあ、使わないところ、まあ、無駄だよね、結局ね。だから必要なところだけ切って使うことにしました。はい。たったそれだけのことで試してみたら一発、もう気持ちいいぐらいに一発、もうまるで新品にね、蘇ったリモコンのようですね。一回皆さんがね見てる前でね、お見せしましょう、ね、もうこれ一回空割りすればね簡単に空割りできるから、こうパコンってパンって、そんなめったにねパリーなんて割れるもんじゃないからね、こうなってもね大丈夫ですね。パリ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 ってね、ほらもう割れることはないから、よっぽど変にやらない限りね。でこちらの基板の方はもう一回ね、前回クリーニングしたらもうめったに汚れない、本当に、ね、もう何年も何年も放置しておいてね、買ってそのまんまずっと使ってたらベタベタになるから、クリーニングすればね接触が良くなって一回復活します、ね、
で問題なのはやっぱね、こっち側のゴム側の方なんだよね。ゴム側の方がね、もうこのペコペコの部分がね、薄くなってくるんだ、これがね、どうしても。だから、はい、今言ったようにね、ここがもともと電源のとこだけど、これがもう実際調子良かったんで、まあ、よく使うチャンネル4個。おじは NHK 見ないんでね、これ4個だけで OK ですね。で、あとは音量と選曲もここだけ。他のところはボタンぶっちゃけ使わないんでね、もうこれだけです、やったことは。はい、じゃこれまた元に戻しましょう。よっぽどの多機能リモコンでない限り、一回空割りしたらね、脱着はすごく簡単なんで、ね。もう何も道具もいらないでしょう。もう爪だけで、ツーってやれば、脱着できるんでね。誰でも簡単に、修理することができます。それで、まあ、前回もね、紹介したこのアルミテープ。これはね、100円ショップで売ってます、アルミテープ。これ台所用の、補修テープになりますね。キッチンのつなぎ目のやつをね、つなぎ目にこう貼るシールです、ね、結構安いよね。昔は高かったんだけどね、こんな感じで。もう使ったのがほんの少しなんで、もう買ってこれどれぐらいあるのかな。これね、70ミリ幅で1.8メーターあるんだけど、リモコンで修理に使ったのこれだけ。まだ新品で、ね、丸いテープが止まってて、切ったのこれだけでほらね、それで十分できちゃってるんで、あと破片がちょっと残ってるけど、たったこんだけ。これだけあれば、何十個のリモコンが修理できるだろうね。で、中には、アルミホイルでやったらいいんじゃないかってね、方もいるかもしれないけども、アルミホイルで使うのも確かにいいよ。私、一回ね、アルミでもやろうかなと思ったんだけども、アルミだと、やっぱ、ここに固定するのが、結構大変っていうか、アルミこうくちゃくちゃって綺麗に切るのもまた大変だし、このサイズに。で、くっつけた後今度また移動しないようにまたパカンってやるの大変なんだよ。で、結局シールをつけることになるでしょ。すっごい手間かかるんだよ、これがね。それを思ったら、このアルミテープだったら、本当にそのままハサミで切って、裏ピッてめくって、大体の大きさで切ってピッて貼って、キュ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 ってやればね、もうそのまんますごい粘着力でくっついてくれ。剥がすのは簡単だよ。ペッペッってやればペロンって取れるから。いや、結構強力についてくれるんだよ。だこんなに便利なものがあるんだったら、アルミホイル使ってやるのはちょっと手間暇かかりすぎ、もったいないかなと思うんだよね。もうこのアルミテープおすすめです。いろんなやつ売ってるよ。100均に行くと3種類ぐらい売ってたかな、いろんなメーカーのやつが。で、108円で完全復帰だよ。もう今このたったこれだけだよね。たったこれだけ貼っただけなんだけれども、今これ試してきたら、まあ電源は一発だよね。で、選曲も一発、ピッピッピッパッチャ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 切り替わるし、音量もね、ちゃんと調整することができました。選曲もちゃんとすることができましたね。もう本当よく使うところ、劣化によってね、こう強く押せば反応するんだけど、軽くやると反応しないっていう経験ないですか、皆さん。そういう場合はアルミテープでね、ちょっと底上げしてあげるだけで新品同様に戻りますね。もう本当にこれはね、試してもらいたいね。まあ、一番最初にやることは、基板のお掃除もね、忘れないでください。これは前、一度ね、過去にね、基板の掃除してます。このように空割りをしたら、ここの部分ね。で、よくね、洗剤を使えばいい、この洗剤を使えばいいってね、まあ、いろんな方がいるんだけども、ウェットティッシュでもいいんだよ、こんなもの。何でもいいんだよ。まあ、理屈を言えばちゃんとこれに合ったものを使えばいいんだけども、おじいはここ本当普通に洗剤つけてね、
ゲッ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 って拭いたり、あとその後はウェットティッシュでピッピッピッって拭いて、それでいいにしてるよ。うん。で、あとこのゴムの部分はペロペローンって1枚剥がしたら、そのまま洗面所に持ってって、で洗剤くっつけて、でちょっとほとばしといてね。で5分ぐらいしたら洗う。歯ブラシ使ってね、グリ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 ってあれば、すぐからめちゃめちゃ綺麗になるんだよね。うん、もうたったそんだけです。ほんと。で、その後はもう、もう細かい接触状態っていうのかな、なんていうのかな、もう劣化はしょうがないよ。最初はやっぱ新品で買った時は、やっぱ元気よく強い反応があったと思うんだけど、やっぱ使ってるうちにね、くたびれてくる。そこまでベコベコじゃないよとは言っても、新品と比べたら、もうくたびれてるんだよね、かなりね。だからちゃんと底上げして、厚みをね、ちゃんと底上げしてあげることによって、基板にね、ちゃんと正しい信号をこう伝達してあげることができるわけです。これはもう本当単純だから、本当電気が流れてるね。で、このボタンの電源のオンオフがあって、こことここをね、要はショートさせるね、つなげてあげれば、電気が流れれば電気信号がオンになったりオフになったりするだけの話なんです。これが基板の方がこうなってて、上の方のゴムがこうなってるね。で、このゴムのペコペコがこう劣化してペコペコなっててね、こうちゃんとこの両方に同時にパッてこう一発でちゃんと強く当たらないと電気が流れないわけだから、だから反応がしないっていうだけだからね。だからこのボタンのこの裏側をね、まあ、ほんの薄いんだけどもね、微妙なことなんだよ。ちょっと底上げしてあげるだけでね、ピタッとこう、ピタッと一発でこう試験になるから、電気信号がね、ちゃんと伝わって、オンオフ、チャンネルが変わったり、ボリュームが変わったり、すべてのことがね、ちゃんと思うようにできるわけです。一発で反応するわけ。もう理屈で考えれば、とても分かりやすい、とても単純なお話です。ね、ぜひ、もうこのリモコンダメだとかね、修理は難しいとかね、買い替えようとか考えてる方がいたら、ぜひ捨てちゃう前に一度お試しあれ。ね、だんだん愛着も湧いてくるよ。ね、はい、そんなわけでここまでね、動画を見てくれてありがとうございました。もしよかったらね、いいねをしてくれると励みになります。もしよかったらね、チャンネル登録もしていただけたらとてもありがたいです。以上、おじいでした。ね、リモコン、やっぱ長く使おうね、元気に使おうね、おじいでした。またね、バイバイ、ありがとう。